どうもハンサムクロージです。今日はですね、マクドナルドの新しいシェイクを食べたいと思います。はい、これもう話題になってて僕食べたいなと思ってたのと、あとリクエストもいただいてたのでいただきたいと思います。森永のミルクキャラメル、このミルクキャラメルをシェイクにしたっていう商品が発売されてました。 S サイズは限定で、このパッケージを模したカップになっているっていうことだったんですけど、もうなかったです。それも人気だった、もうお店も混んでて、なので今日普通のカップです。あ、でもキャラメルも入れてくれてた。これ食べ比べ用のキャラメルを1個入れてくれてるんですって。これも限定で、これでこのシェイクとキャラメルもう味が完全再現されてるから比べてみてねっていうことらしいんです。食べ比べてみたいと思います。じゃじゃん、いただきます。あー美味しい。あ、甘い。結構甘い。色的にはもう、まあでもキャラメルの色ですね。薄めのキャラメルの色。ちょっとコーヒーシェイクみたいな感じ。それよりもちょっと色薄いかなという感じです。甘い。甘いです。これすごい甘い。このミルクキャラメルとちょっと食べ比べてみましょう。いや、確かにね、もうすでに、比べるまでもなく、再現されてる中はすごいあるんですね。もう口の中が盛りながらキャラメル。キャラメルもちろんこんな感じです。見慣れたものです。いただきます、キャラメル。甘いですね。うん。すいません。あんまり行儀のいい話ではないんですけど、キャラメルってなかなかこう溶けないから、だいぶ柔らかくなったキャラメルをこう舌でこう柔らかく伸ばして、舌使ってパタパタパタって畳んでみたりしますよね。これ、ね、あるあるじゃないかな、これ。ないないかな。あー、確かに味はめっちゃ似てますね。似てますけど、違います。ファーストインプレッションに似てるんですよ。その一口入れた時の。口の中に広がる甘みと香りは本当森永のキャラメルって感じ。キャラメルの溶けた一番こう味のピークのところをずっと飲めるみたいな、そういう感じはありますね。ちょミルク感が強めなと、若干こう後味が香ばしい感じがします。はい、ごちそうさまでした。非常に美味しかったです。美味しかったんですけどね、やっぱりね、結構甘め。このキャラメルの甘さが好きな人はかなりいいと思います。僕はねちょっとキャラメルが好きなんですけど、やっぱちょっと苦味がね、欲しくなっちゃう。だからミルクキャラメルよりも、ミルクじゃない方のキャラメルが好きなんて、わかんないですけど、それが何かっていう。7ハンサムって感じですね。普通に美味しい。キャラメルと食べ比べたりするのも楽しいです。こういう風にね、今後こういうコラボ増えますよ、多分。パイン飴のね、シェイクとか、ハイチュウのシェイクとかね。そういうのが出てきて食べ比べれるなんてね、そういうキャンペーンが増えてくれたら僕は楽しいなと思います。はい、そんな感じでよかったらどうぞ。以上ハンサムクロージでした。バイバーイ。